はい、皆さんこんにちは。タワバラチャンネルのナベです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、先取りといったことでね、3月上旬ぐらいからね、行う作業の方、少しですけどね、見ていきたいと思います。今年もですね、やはり暖かいといったことでね、我が家のこちらのタワバラガーデンでもですね、やはりね、芽吹きの方が非常に早まっています。先にですね、春はね、一体何をするのかといったことはね、分かっていただけることで、準備の方もね、行えると思うので、今回ね、項目別に一つずつね、見ていきたいと思います。はい、まずですね、我が家ね、行っている3月の作業としてはですね、まずこちらの資材を2つ使います。こちらですね、有名ですね、ストレスブロックですね。でこちらもね、ハイポネックス、微粉といったことでね、両方ともハイポネックスさんの資材になりますけども、3月ね、上旬くらいからね、使うようにします。我が家のね、場合ですと、週に1回ですね、鉢腹も重柄も同様にね、使います。こちらのね、ストレスブロック、活力剤になるんですけども、こちらの方ね、使うようになってからですね、病気の方がね、かなり激変しましたね。我が家ね、薬剤散布こまめに行っているんですけども、それに加えてね、こちらのストレスブロックを与えることによって、病気のね、耐性も上がるといったことで非常にね、強いバラになってくれます。非常にね、おすすめです。ストレスブロックですね。で、こちらハイポネックス微粉なんですけども、カリ成分がね、19といったことで、根っこに非常にね、効く成分がたくさん入ってるんですね。こちらはね、肥料になります。周囲からね、株元に与えることによって、やはりね、どんどん根っこも張って、枝の方もですね、固く締まって、強いね、バラになってくれるといったことで、こちらのストレスブロックとハイポネックス微粉をですね、3月から週1回与えるといったね、作業の方を行うようにします。でこちらのね、ハイポネックス微粉っていうのは、粉末状のね、お薬になるんですね。水にですね、頑張ってね、溶かせようとしてもですね、なかなか溶けないといったことで、どうしてもね、じょうろで揚げると最後の一杯がですね、濃くなってしまうといったことでね、その最後の一杯を、やはりね、あまり調子の良くないバラ、だったりね、これからどんどん大きくなってほしいバラにですね、与えるようにするといいかなというふうに思います。それではね、次の項目も見ていきたいと思います。はい、続きましてね、芽出し肥について見ていきたいと思います。こちらはですね、3月の追肥になるんですけども、芽出し肥もですね、いろいろね、考え方がありまして、冬にね、元肥の方を与えているので必要がないよといった方もいらっしゃいますし、いやいや、そんなことありません。3月はね、芽出し肥をして、春晩ね、爆咲きさせたいのでね、肥料の方は与えますといった方もいらっしゃいます。それはですね、ロザリアンの方の自由かなというふうに思います。基準としてはですね、この新芽がね、3センチぐらい伸びたらスタートですね。こちらはね、ラマリエですけども、まだ 1.5 センチぐらいでね、まだまだね、芽出し肥のタイミングとしては早いんですけども、3センチぐらいね、芽の方が伸びている品種に関しては、芽出し肥の方をね、与えてあげるとよろしいかなというふうに思います。芽出し肥なんですけどね、皆さんがね、普段使っている肥料で大丈夫ですね。バラ専用のね、肥料で OK です。我が家がね、使っているのはこちら有機配合肥料ですね。こちらの方を芽出し肥として、適量ね、株元に与えると。鉢腹もね、地植えも同様ですね。しかしながらね、先ほどストレスブロックとね、ハイポネックス微粉を週1回ね、与えますといったことを、冒頭でもね、言いましたけども、こちらのハイポネックス微粉はですね、肥料なんですね。なんでね、毎週肥料をね、与えるといった状態になるので、それに加えてね、芽出し肥ですね、こちらの方を与えてしまうと、肥料過多といってですね、肥料が多すぎてしまって、肥料がね、多いことによって何が起きるかといったらですね、うどんこ病がね、出やすくなってしまうんですね。うどんこ病というのはですね、こういうね、葉っぱに白い粉がついてですね、その粉がね、邪魔して光合成がね、できない状態になってしまう恐ろしいね、バラの二大病なんですけども、肥料過多になってしまう可能性もあるので、できればですね、芽出し肥の方をね、半分の量にしてあげるとか、あげないとか、ね、いろいろ考え方あると思うんですけども、我が家ね、ストレスブロックとハイポネックス微粉を毎週ね、与えるといったことなので、今回ね、こちらの芽出し肥については与えないといったね、作戦でいこうかなというふうに思います。薬剤散布でですね、うどんこ病出ないようにね、予防していくと思うんですけども、やはりね、うどんこ病出てしまうとですね、なかなか治すのに時間がかかるのでね、うどんこ病を出さないためにも、やはりね、肥料過多にさせないためにもですね、今回我が家では、
まあ、目出し声の方はね、与えないといったね、感じにしていきたいかなというふうに思います。まあ、しかしながらね、動画配信では目出し声のね、まあ、やり方についても配信の方はね、行っていきたいかなというふうに思います。それではね、次の項目も見ていきましょう。はい、続きましてね、切り戻し剪定について見ていきたいと思います。こちらダナヒューになるんですけども、この枝見てもらうとですね、この部分っていうのはね、少し枯れ込んでますよね。で、この下のね、こちらの芽がね、伸びていると。切り戻し剪定というのはですね、まあ、このようにね、この芽に栄養がいっているので、この上の部分のね、枝っていうのはもう不要なんですね。まあ、ここにね、栄養を送っていても、芽の方がね、伸びてこないといったことで、まあ、この部分はね、不要な枝といったことで、切り戻しをね、行います。この作業に関してはですね、まあ、3月上旬ぐらいからね、行っていただければよろしいかなというふうに思います。またね、その時が来たら、詳しいね、配信を行っていきたいと思います。切り戻し剪定ですね。はい、続きましてね、鉢の置き場ですね。こういったね、鉢腹っていうのは移動がね、可能なんですよね。で、この3月からですね、とにかくね、太陽の光にですね、たくさん当ててあげることによって、春花のお花の数っていうのも非常に増えるので、まあ、このね、3月からの置き場っていうのはね、非常にね、大事になります。まあ、少しでもですね、太陽のね、光が当たるところにですね、まあ、移動させてあげて、まあ、4月になったらね、元のポジションに戻してあげるということがね、非常に大事かなと。まあ、前回ね、春花爆咲きさせる方法、ね、紹介しましたけども、まあ、それ以前に2月もですね、ハイポネックス微粉を与えて、まあ、勢いもね、つけていきながら、まあ、あとね、この太陽の光をたくさん当てることによって、春花ね、爆咲き、必ずね、してくれると思うので、この置き場もですね、この3月は少しね、気にかけてあげるとよろしいかなというふうに思います。はい、続きましてね、薬剤散布ですね。薬剤散布はですね、新芽が、まあ、大体3センチぐらい伸びてきたら、まあ、スタートとね、いった感じになります。まあ、以前ね、ターパルチャンネルでは、薬剤散布のね、動画、ローテーション散布だったり、お薬のね、説明といったことで非常にね、詳しく配信しているので、まあ、そちらの方ね、ぜひご視聴してみてください。今回もね、そちらのローテーションでですね、薬剤散布頑張っていきたいかなというふうにね、思います。まあ、新芽の方がですね、3センチぐらい伸びたら、我が家の場合ですと、パターン A ですね、3ヨールになります。そちらの方を薬剤散布していくといったね、感じになりますね。はい、最後にね、なりますけども、芽かきですね。こちらの方はですね、まあ、新芽がね、3センチぐらいが基準になります。こちらの芽見てもらうとですね、芽が1、2、3とね、3つついてますよね。こちらハイブリッドティーローズのイングリッドバーグマンなんですけども、まあ、12センチ、13センチ、もう大きければね、15センチぐらいの大輪のお花を咲かせる品種です。ハイブリッドティーローズはですね、やはり大輪を咲かせるので、まあ、芽かきといってですね、まあ、この横のね、こちらの芽だったり、まあ、こちらの芽をですね、まあ、指で取って、この真ん中のね、この伸びた芽にですね、栄養を集中させて、たくさんお花を咲かせるといったね、方法になります。我が家の場合ですと、ハイブリッドティーローズのみね、芽かきの方は行うようにしています。というのはですね、やはりこの芽を取ってしまうことによって花数はね、減るんですね。まあ枝をね、剪定しているのと一緒なので花数は減ってしまうと。まあ、しかしながら養分を集中させるので大輪のね、お花を咲かせることができるんですね。なんでね、ハイブリッドティーローズに関しては、我が家ね、芽かきを行うようにしています。まあ、これもですね、いろいろ考え方があるのでね、ロザリアの方の自由かなというふうに思いますけども、まあ、またね、その時が来たら詳しいね、配信したいと思います。はい、今日はですね、3月から行う作業の方ね、項目別に見ていきました。ターバラガーデンもですね、もう冬作業の方はね、もうすべて終わっていって、春の開花待ちといったことで、まあそれまでね、管理の方頑張ってですね、皆さんにね、楽しんでいただけるガーデン作っていきたいかなというふうに思います。またですね、何かわからないことがあればコメントなどでね、聞いてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。